今、腸内細菌を対象とした新しい研究への取り組みが藤田医科大学で始まっています。その先頭に立つ医学部消化器内科学教授、廣岡芳樹先生。できればその病気を起こさせない、予防するということですね。健康っていうところに引き戻せる。どうしても救えないときに、じゃあこれどうしたら救えるんだろうってやっぱり考えていくわけです。まずは分析していくということ。じゃあそれを改善できるのかということになると、なかなかそういった考えが今のところ出てきていません。消化器内科の専門医として長年患者さんと向き合ってきた先生が、ある時患者さんを救うために本当に必要なことに目を向け始めます。果敢に挑戦を続ける先生の研究と人生に迫ります。奈良県の五條市というところがあります。うちは薬局だったんですけど、まあ、私の父は薬剤師で、父の弟がですね、医者をやっておりまして、もともと父も医者に憧れてたようなんですけれど、私を医師にするというようなことで、相当勝手に気合が入っているという感じだったですね。家のすぐそばにですね、智弁学園というのができまして、そこは野球で有名なところで、6年間いた時に、春夏合わせて6回ぐらい甲子園に行ってましてですね、バス何十台を連ねて甲子園球場行って応援するっていうのがすごく楽しみでした。僕らは中学1年から6年までっていう形でしたが、中学4年生とか5年生の時はもう本当に考えることが好きで、学校から帰ってきたら9時ぐらいまで一気に何かものを考えたり勉強したりとかしてですね、その後で食事とそれからお風呂入って、また2時か3時ぐらいまでこれが勉強できちゃうんですね。父親もあんだけ言ってるんだから一緒になろうかなと思って、基本的には頑張りました。それで名古屋大学に入ったわけですけれど、新歓コンパっていうのが大体ありますですよね。クラブとかの先生方がいっぱいいらっしゃるんですよ。で、その中でなぜか湯沢先生がいらっしゃってですね、それで、私正直に、奈良の智弁学園出身ですと、で甲子園6回行きましたと言った瞬間にですね、もうお前それだったら硬式野球部しかないだろうっていうことで、もういきなりその日のうちに硬式野球部に入ることが決定してしまいました。最初にやりたいなと思ったのは循環器内科を希望していました。当直やって、その時にやっぱり心筋梗塞であるとかですね、それから交通外傷で頭を打った人とかっていうのは来るわけですね。循環器の先生が颯爽と現れてですね、かっこよく進化程をやってですね、それで患者さんを救うと、これいいなと。当時は今の研修制度とは違いまして、主義もやらせてくださったんですね。それはそれでありがたくて、いろいろやってたんですけど、結構ハードなんですよね。で、そうこうしてるうちに次に回ったのが消化器内科だったんですね。もちろんがんもいっぱいあるわけですね。そういったその炎症とかがんとか、こういうのは本当に基礎的な研究に結びつくのかなと思いまして、これは研究の幅が広いなと思ったんですね。4年半の間はもうみっちりといろいろと仕込んでいただいて、消化器のこと大体4年半で何でもできるなっていうぐらいの感じになりました。今から10年15年ぐらい前まではひたすらその臨床的なことを中心にやっていました。慢性膵炎っていう例えば病気を考えてみると、消化吸収に関する酵素はほとんど膵臓から出て一部肝臓から出ます。で、膵臓の働き悪くなると未消化のものがですね、大腸に入っちゃうわけですね。で、そうすると大腸の中の腸内細菌が大きく乱れてしまいます。その乱れがですね、消化器領域の病気に対して非常に大きなその問題点になっているということが分かってきました。臨床は臨床で直接的に患者さんを救うということで、とても重要な領域で、これがないことにはですね、病院は成り立ちません。ただ、
どうしてもやっぱり救えない人も出てくるわけです。どうしても救えない時に、じゃあこれどうしたら救えるんだろうってやっぱり考えていくわけです。でその時にとやはり基礎的なバックグラウンドが必要だなというふうに思いました。腸内細菌をまずは分析していくということ、ただこれはもう今までも結構やられているんですね。じゃあそれを改善できるのかということになると、なかなかそういった考えが今のところ出てきていません。分析だけしてて治療に結びつかないことにはこれは話にならんだろうということで講座を作りました。食品の成分が多いんですけれど、取ってそして消化されずに大腸に行って、そして大腸のいい腸内細菌を増やす、そういうのがプレバイオティクスと呼ばれているものです。で一方プロバイオティクスっていうのは今度は生きた細菌ですね。実際に体に働いて病気をうまくいくと治してくれるような、そういったような代謝産物を作るにはどういったプレバイオティクスがいいか、どういったプロバイオティクスがいいか、あるいは組み合わせがいいかっていうのを考えています。例えばがんをですね、食品だけで治すかというとそれは難しいんですね。すでに抗がん剤とかいろいろ新しい薬もできてきて、どんどんその進化してきています。ただしその治療法が効く人と効かない人がいたりするわけです。先ほどのプレバイオティクスとかプロバイオティクスを用いることによって抗がん剤の効きをですね、良くするとか、免疫の力を上げるっていうことはもう確実視されているので、その免疫の力を上げることによって抗がん剤と一緒の、相互作用でですね良くなっていけばいいなと、なってしまったがんに関してはそういうふうに今のところは考えている。でもっと言うと、消化器領域だけじゃないんですね。実は例えば精神科領域の自閉症スペクトラムでありますとか、うつ病、パーキンソン病とかですね、そういったものにも関係している。最近ではもう心臓とかの病気、あるいは肺の病気も全てそういうのに関係しているというふうに言われています。なので当院の中で11診療科と共同研究も始めています。これプロバイオティクスとして取り込むのもいいと思いますし、例えば食品としてこのタイプの人にはこのお弁当がいいですよ、このタイプの人にはこのお弁当がいいですよっていうような計画も実はあります。腸内細菌を治療へとつなげるため、広岡先生が立ち上げた新しい講座は今多くの診療科からの支持を受け広がりを見せています。国家試験を受けて医者に本当になったなっていう時、実は自分の担当の患者さんは一人も死なせないぞと誓ったんです。でも 2,3 人患者さんを見るうちにそれが無理だと分かりました。なので臨床で浮かんできたクリニカルクエスチョンを基礎で解決し、そして基礎で出てきた新しい、シーズとか、そういったことを今度は臨床に応用していって健康っていうところに引き戻せる、できればその病気を起こさせない、予防するということですね。自分も含めて健康で長生きできるような、そういった社会を目指したいなというふうに思っています。病気を治すという概念から未然に防ぐという考え、誰もが健康を維持できる未来の医療へ、広岡先生の研究はこれからも続きます。